だけじゃない彼女。寒いですか、ところで。暑いです。はい、じゃあ中川さん、はい、僕はいろいろ主張とかあるんですけど、その辺は大丈夫ですか。まあそういうことで決まったらいろいろね、活躍していただかなきゃいけないんで、まあ自分自身も磨かなきゃいけないこともあるかもしれないし、ね、小さい頃からの夢を諦めきれずに今回応募いたしました。採用していただいた時には最後まで皆様と力を合わせて責任を持って一生懸命やらせていただきます。何ですか、はい、受験って何か、何を受験するの。美大に行きたいと思います。羨ましいなと思うけどね、そう、中はそうなんだ。じゃああと有坂さん、はい、学生さんですか。いえ、違います。もう学校は卒業したんだ。はい、卒業してます。じゃあ今はこれフリーで。はい。他に仕事ってどんな人ですか。お仕事ですか。パチンコ屋さん の、 イベントコンパニオン、いや、おしぼりサービスとか。はい、はい、菊池さん、はい、いろいろやってますけど、特に、私、印象に残った仕事とか、なんか一つあげてください。はい、私は去年の夏にしたお仕事 で、 遊園地、豊島園なんですけれども、そこで、ピチピチのボディコンを着て、傘を差して歩いたこと。順序が変わってきてるから。全員来るやつ。そうそう、全員来るやつっていうか、次のグループ、グループをずつ分けてから、その下になってるのは多分その次なんです。で、こういう写真なんだけど、下着これ。あ、キャミソールを着たいですね。やっぱ 水着にしましょうけどね、はい、うん、ちょっとこういうのと、いや、体が見えないっていう。すごい大変だと思いますが、頑張ってやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
栗橋美希です、今まではレースクイーンの経験はありません。最近した仕事は、キックボクシングのラウンドガールです。楽観的な性格で、どんなお仕事にでも笑顔でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。エンフレスから参りました芝池恵と申します。今回のお仕事ではクラブレイズさんのファンをたくさん増やして、そしてチームの皆さんと